あ、で始まりました。マチチャンネル。さあ、はい。こんにちは、カズオです。はい、カズオにやってきてもらいまして、はい、いよいよ、記述模試ですね。結果、返ってきましたね。自己採点何点なのか分かりませんし、志望校判定も見ていかなきゃいけませんので、さあ、行きましょう。はい。さあ、ログイン。出た。模試ナビ。出ました。おお、すぐに出てますね。はい。英語思ったより、あれだな。はい。で、英語が131点。ですね。まあ、自己採点よりは高く出てますね。偏差値 67.0、学力ランク S でございます。おー、よかったんじゃないですか？いや、そうっすか。俺はちょっと70に乗っけたかったな。あ、そうなんだ。偏差値ね。去年の2回で70乗ってるんで、多分1回とほとんど変わんないんですけど、丸1年前と。おお、いやーね、いやまあちょっとね、藤川天さんの衝撃の点数でみんなもういろいろと忘れててね。で、天ちゃん教えてる河合先生が無能なんじゃないかとかね。それで、ネガキャンになってんじゃないか、塾のとか、同じ先生習ってた先生。同じ。そうですね。はい。だからわかります？偏差値30代の人もいれば、偏差値、ね、70近くの人もいるんです、同じ先生でも。はい。ということで、今習ってるじゃなくて、ね、前に習ってたんですからね。はい。そういうことなんですよ。だから、結局は、やるかやらないかですから。数学、いってみましょう。2型っていうのは？文系数学の 2B、うん、今改定されたら、2BC まで含まれるかな。なるほど。これまでっていう。はい。まあ、いわゆる、国立、うん、文系とかの人たちが使うやつですね、はい、なるほど。それが188点、高いじゃないこれね。200点中でしょ。だってこれ思ったよりすごい。だってほら偏差値 79.1 だよもうほぼ80じゃん。新記録更新です。そうですね、学力レベル当たり前ですけど、うん、ね、同じ先生同じ先生ですからね。はい、すげえ。なかなか 79.1 点差じゃ見れないよ、これは。70後半ほんと数えるぐらいしかないんで。うん、いや、でも第1回だからっていうのはもちろんありますけどね。第1回、第2回と変わってきますけど。まあ、あとは自分ができなかったところがたまたま配点低かったから、うん、あ、なるほど。ラッキー的なところもあるかな。うんうんうん、はい。わかりました。国語、原稿考え方ですね。118点。偏差値 63.2 で A ですね、学力レベル。あ、まあ悪くなかったですね。思ったよりは。はい。ただ、自己採点よりは下がってますけど、ね、そうです。あんま過ぎるかもしれない。という感じで、まあ全体、まあ総合が 69.8 と偏差値。ああ、うわ、惜しい。もうすぐで70でしたね。はい。国語もちょっと取れてれば。そうですね。いけたかもしれないですね。さあ、じゃあ順位見ていきますね。英語が、これが、11,079位。別に大したことない。そうですね。高卒だと3,241。なるほど。で、数学はすごいでしょ。だって、これ全国171位ですからね。171位。だって平均点69のもんだからね。あ、ええー。だから高卒で68位ですよ。あ、もう、すごい。でも現役生で100何人。そうですね。いるんだね。もっと上が。抜かれてますね。で、ここ原稿館が、平均84だったんだ。63.2 が偏差値で、順位が9235位。だいたい10分の1。うん。で、1791位が浪人っていうことですね。で、全体で、総合1が210位。浪人だと47位。で、この総合2っていうのは何なの？私文か文系全体かと。あ、なるほど。私立文系の場合だと210だけど、国立も入ると1640位と。こんなに変わるんだね。すごいですね。浪人でも563位。やっぱ国立系の方が記述は勉強してるだろうしね。そうですね。という感じでございました。何度も言いますが、同じ先生です。で、答案がどういう感じだったのか。ああ、これですね。はい。英語から。はい、英語。大問の1はリスニングなんだよね。そうですね。で、選択だから2なんだよね。はい。長文中の穴埋めで全部合ってたんだよね。これ、15。で、次が、普通の文法問題1個間違えて18点。大問4が60点中の36、長文ですね。で、大問5が60点中35点。で、大問6が45分の27という形でございました。そうですね。英作文が文法点ボロボロだったっていう、あれですね。文法は、本当だ。文法語法の誤りが複数あるって書いてある。
グレード C って書いてありますね。どっちから数えるんだ、 A、B、C で下の C ってことかな。そうでしょうね。はい、あれはネタバレになれないように喋ってなかったけど、もう触れられるんだ。今もうネタバレ終わってから。はい。I wish Shohei Ohtani a big success in his baseball player life って書いてて、そこ wish の4分形取ってるからね。はい、それしたら、大谷さんうまくいってくださいねっていうことですけど。応援してるからってことか。そうっす。そういうことか。はい、I wish you a good luck とかね。はい。そういう時に使う。はい、表現ですけど、それか、わかんない。採点してる人がその表現知らなかった。まあ、ちなみにサクセスのスペルは間違ってます。S ないです。足りないですよ。はい。で、His play is amazing and exciting, so I want to go to Los Angeles. ロサンゼルスのスペルが違うって言ったやつですね。はい。はい、A が大文字です。To see his baseball with my own eyes. あ、ゲームってことね。The baseball game. These days, more and more people...スペルが違う、はい、線が引かれてない。相変わらず採点するやつ甘いな。ああ、そういうことか。で、appreciate、今これ言ったやつですね、うん、動画出てますけど、appreciate、人っていうのは一応入試で罰です。 And thank him? これ thank him one of the best players。 語文形で使ってるけど基本使わないよ。そうそうそう、基本使わないですね。 think of A as B の方がいいですね。 MLB、 そうですね。 HoweverHowever のところを文字書いてさ。また He が大文字になって。たくさん。何も引かれてない。He hasn't win the MLB title. で、hasn't なのに win ってね。あ、なるほど。そうですね。Won ですよ。So I want him to live up for expecting of his fans. あ、まあこれ言ったよね。Live up というの話はしましたけど。いやいやいや、もっと間違ってるよ。そうですね。もっと引けよ。と思いますけど、まあ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 。あと、内容がね。あ、はい、すいません。いや、だってさ、応援してる人についてって書いてあってさ、そう、だからつながりが見えないよね。エキサイティングで見に行きたいよ、自分の目で。で、さらに、ますます多くの人が感謝する。彼に。で、ベストプレイヤーズだと思ってるけど、つながりは何？感謝と、私が行きたいと。感謝っていうよりは、なんか価値を見極めるのこのアプリシエイト、アンダースタンドの認められてるっていう。Recognize ですね。はい。なるほど。それか。つながりがないよね。However のところはわかりますよ。ベストプレイヤーだけど、まだタイトル取ってないよっていうのはわかるけど、その間の、ところがわかんないね。あまり良くなかったかなと思います。そして数学。はい。カンタロさんのとこでやったやつも編集マンがボロボロな編集をしてましたけど。そう。はい、ではいきますね。そうそう。大問1が、おぉ、50点中50。大問2も50点中50じゃん。すごい。まあ、大問1が小問集合ですね。大問2が、微分積分かな、うんうん、微分ですね。微分。それも全部。はい、で、大問3が満点ですね、また。ああ、そうですね。はい。大問4やってないから、大問5が50点中38、5だけですね。だから。多分、大問5の一番最後が、思ったよりでもそこももらえてるんだと思います。なるほど。はい。僕は間違ってたんで、選抜したんですけど、その分が入ったのかな。ああ、なるほどね。部分点入ってたということでした。そうですね。じゃあ最後、国語ですね。はい。最初が50点中37ですね。記述はまあ、部分点入ってる感じですね。そうですね。これが現代文ですね、ここ違う。大問2が34点。ああ。これも現代文。そうですね、現代文ですね。で、大問3古文かなが26。で、漢文が21。そうですね、漢文が21、うん。ということで、まあ悪くなかったです、ね。そうですね。このままいけば、皆さんもお前受かるんだからって。さあ判定ですよ。あ、そうそう、ね。あ、忘れた。これが一応見たくないんだ。はい。志望校判定です。あ、ここか。志望校別評価。はい、うわぁ。早稲田大学法学部評価 C です。すごいね。S 取っても C なんだもんね。さすが、早稲田の方ですね。C か。こんだけだって S、SA って取ったところで C 判定になるっていうのが、これが早稲田なんですよね。C かぁ。B がだって偏差値70だもんね、もう。あと 0.2。偏差値 A が 72.5 からだからね。すごい、これだって偏差値 77.5 のやつが14人もいいんだよ。そうですね。って考えたら。すげえな。だって、A 判定だけで140人ぐらいいますもんね。うん、これが世の中なんです。これが現実なんです。悔しい。これは187位ですね。1617人中。総死亡者数だと391になる。すごくない ?391 になっちゃうんですよ。こんな一部の持ちだけで。ね、いやせめて10分の1は入りたかったな。それが。
239人市販って言いますね。一応去年のこの時期よりは1個上がったとはいえ、まあとはいえですよね。そう、これがまあ現実です。はい、微妙ですね。これが早稲田なんだよ。教学部数学型が B 判定。おお、 B じゃないですか。偏差値 67.5 以上がですね、70以上だったら A だったんだね。はあ、40位ですね。778人中第一志望だったら、総志望者数だったら137位ということで、うん、これが結構いい感じ。まあまあ、B が一番調子乗っちゃいけないって言われてるんでね。うん、調子乗っちゃダメですよ。はい、さあ、続いて第3志望、社学。A 判定です。おー、社学は。初めて A 判定。A を取りました。72.5 になるんだ、偏差値が。あー、なるほど。配点で。これが変わって 73.1 になりますね。だから、A 判定は 72.5 からで、20人いる中で。おー、すごいじゃん。ほら、第1志望者の、これ7位だよ。まあ、第1志望じゃないですけど。すごい。そうっすね。そして総志望だと30位ですから、おお、これは社学狙えるな。そして第4志望で書いたのが国境書いて、国境書いて E 判定です。はい、国境は戦えません、これでも。あ、へえ、そうなんだ、すげえ。へえ、国境そもそも数学で出せんの？いや、ないと思います。ないでしょ。はい、なかったです。だから出しようが、多分書けるところ全部書いたと思うんですよ、ね。ああ、はい、まあそれは国境は社会やんなきゃダメだから無理でしょ。で次が人科、協定閉館。AH って書いてある。足りないってこと？何ですか AH？ AH ってなってるんですけど。A 判定だけど、H。何 H って。2位。27人中2位。総志望者数240人中6位。よし、人科受かった。で、最後、KO。あ、KK ですね。そうですね。KK かけって言ってた。KK A 判定ですよ、ほら。だから絶対将来やった方がいいって。相変わらずそう。偏差値70、ね、72.2 になるんだね。だから第一志望者の中で87位。総志望者で221ですから。はい。ということでございました。ああ、まあいい感じですね。いや、まあ油断せず。まだ、ちょっと満足できないですね。おお、まだ満足できないということで。greedy ということで。be ambitious ということで。さあ、まあこんな感じでやっていきますので、ぜひ応援してあげてください。はい。ありがとうございました。てきばこっちん。ありがとうございました。いやー、よかったんじゃない？そうっすか。